Lady Kula Lady Kula リアルにつながろう Lady Kula。 なんか衣装変えたね。いや分かっちゃった、うん、いや分かっちゃうよねそりゃ。まあ胸にはネズミか、ね、そう胸にね、うなぎじゃなくてね。うなぎってすごいな。あのね、ラジオを聞きの皆さんにちょっと分かりにくいんですけど、はい、ネズミのね絵の真ん中になんかこう、うん、うにょうにょってなんかね、うん、蛇みたいな絵が描いてあるわけですよ。そうだからうなぎかと思ったの。はい、でその上にですね今ちょっとキラキラの、うん、スカジャンと呼ばれてる、そうですね、はい、横スカジャンバーを着ております。はい、それはなぜかっていうと、まあ、おいおい喋っていきますけども、はいはい、いよいよ今夜、そうですね、今夜放送ですよ、ね、皆さん、はい、ちょっとあの Facebook 等々ではね、うん、SNS なんかではちょっとお知らせしてるんですけど、はい、僕クイズ番組にそうですね、はい、参加させていただきまして、はい、この後10時からですね、はい、そうです、 BS 富士ですね、はい、ぜひ見ていただければと。クイズノーベル賞、ノーベル賞、はい、まるちゃん初登場、ね、そう初ですね、うん、はい、出していただいて、あのバラエティ自体も僕は全然あの経験がなくてですね、へえ、ドラマ意外、そうドラマ映画ばっかりやってきたので、あの、うん、台本のない感じっていうのが、うん、なんかすごく新鮮だったんですけども、はい、やっぱりなんかね異常に緊張してね、異常に緊張して、もう前の日がね、うん、もうそれこそ2時半ぐらいに起きて、うん、寝たのがね早かったんですよ。結局まあ次の日あるからじゃ早く寝ようと思って11時か10 12時ぐらいには寝たのかな。じゃあほぼほぼ寝てないんだ。寝てない。それで2時過ぎぐらいにパッて目が覚めて、うん、もうなんか心臓とかドキドキしてて、そんなに。そうだってやっぱりなんかほら爪痕残してこなきゃいけないわけでしょ。まあまあまあ、ああいうのってそうだね、できたらベストだよね。だから多分その初めてそういうメインの番組に出る、うん、売れてないお笑い芸人っていうかさ、うん、若手のあのお笑い芸人なんてのはこんな心境なんだろうなって思いながら、うんうん、であれもやんなきゃこれもやんなきゃって頭の中でいっぱい整理して、うん、こういうやってボケよう、ああやってボケようとか、うん、考えてるうちにもだんだんうえっうえっとかなってきてあの本番中もあの何度か、うん、あのカメラで顔抜かれてない時は、うん、ちょっと軽く一口ぐらいうえってなってたんだよね。あれそんな緊張したの。緊張すごいしてました。あのクイズってお家で見てると結構簡単に答えられるけど、すげえ答えられて俺絶対チャンピオンだなと思ったもの、うん、テレビの前で見てた時に。そうなんですよね。俺があそこへ行ってやっぱりこうボタンをいざ押すのも、うん、なんかちょっとね緊張しちゃって、うん、でなんか一言一言がほら一応岡田さんもね、うん、お笑い芸人だからこうなんかいろいろと振ってくれるじゃないですか、うん、そうですね、それになんかこううまいこと答えなきゃいけないのかとか、まあ、周りの人たちがどうね反応してんのかとか、うんうんうん、いろんなことを見てるうちに、うん、なんかもう出遅れちゃうんだよね。なんかただやっぱり美雪城のすごいところは、うん、堂々としてたあのね、なんでしょう、お聞きの皆さんこれね、まあ、堂々としてんですよ。そうですか。なんかね、うん、あれかもしれない、ちょっと、うん、あの知らない人が見たら、うん、この人何お若いのになんかすごいベテランなんですかっていうぐらい、例えばじゃあ、うん、問題ですって言われても、はい、そこまでって言われても、うん、関係ないもんねあの制限時間とかさ、おすごいなと思った。いやもうね、粘りたいとこはまあそんなないんですよ、うん、ないんですけど、うん、粘りたいとこはめっちゃ粘りたいんですよ、うん、そうなんだよね、答えたいっていう一心なんですけどね。だから今回ね、僕はその35、6年のお付き合いになりますけれども、うん、まあこの美雪城のね、うん、負けん気の強さっていうのを、うん、今回初めてなんかこう見たような気がしましたね、うん、いつもほわっとしますよね。なんかね、そう昔パチスローなんか一緒にね、うん、並んで打ってた時も、うん、まあまあ結構適当な打ち方とかしてて、うん、メダルガンガン損してんのに、そうなんだ、いいなよいいなよ別にいいなよって言ったから、うん、あ負けても平気な人なんだなと思って。いやダメよ。ダメなんだね、うん、勝負は勝たないと。そうなんだね、基本はね。そう言われてみれば、うん、なんかあのオイラと一緒にそのスロット打ってる時じゃなくて、うん、別番組で、うん、なんだっけ、アパート小久保さんだっけ、違うだろマンションだろ、ああそうだ
あ、ごめんなさい。マンション久保田さんな。そうそうそう。うん、今遠くを見て考えた。そうだね。ごめんごめんごめん。そっち。そうそう。マンション久保田さんと一緒に打ってる番組が結構長年っていうか、旅打ちやってたからね。やってたよね。うんうん、あの時も、うん、そう言われてみればすげえガチで、うん、なんかやってたわ。いや、眼精疲労になるぐらい本当にガチやってたからね。うん、そうだよね。そう。で、しかもなんか結構遠くも行ってたでしょ、あれ。行ってた。都内だけじゃなくて。あの、二チームに分かれてて、うん、私たちは下から行ったのかな、うん、日本列島下から行って、そういう番組なんだ。北海道から来てるチームがいたのかな、うんうん、で最後どっかでこう会って、うん、落ち合うみたいな。そう、それで対決するみたいな感じで、で最後勝敗決めて、うん、優勝者が一人決まってみたいな感じなの。そこは覚えてないの。ああ、そうなんだ。まあ、その辺はなんかふわっとな感じなんだね。そうそう、もうあれもかれこれ前ですからね。相当前だけどね、うん、番組で覚えてるのは最後マネージャーがギャラ払ってくれないで逃げたっていうことだけは記憶にありますけど。それもすごい話だけどね。すごいよね。だから勝敗とかそういう詳細は全く最後記憶にないですね、うん、なんかこう噂では聞いてるけど、うん、なかなかマネージャーさんに恵まれないな。そうだね。みゆき城もそうだね。でまあマネージャーに恵まれなくても、うん、きっといいことがあるさ。そうなの、うん、いやいやいや今がダメみたいじゃんか。やめろそのまとめ方。せっかくまあこの番組が始まったんですからね、うんうん、この番組もガンガンもうアピールしてってですね。そうですね。なんならもうちょっとね、うん、はい、皆さんにいろいろ助けていただいて、もちろんよろしくお願いいたしますよ。番組をもっとバーンとちょっと世の中に出してね。そうですね。聞いてろお前らと、うん、ね、うん、言ってやりましょうよ。そういうことですね、うん、はい、わかりました。はい、そんな感じで今日も始めていきましょうか。イエス。はい、みゆきと村さんの月曜から乾杯。さあ今夜も始まりました。みゆきと村瀬さんの月曜から乾杯。杉浦みゆきです。村瀬でございます。どうもです。3回目ですか。そうですね、ですね。あっちゅう間に3回目ですね。喋、うん、ってるとね、本当に毎回言うんだけど30分本当あっという間。そうですね。いかにもこうやって人生の、ね、時間を無駄に使ってるかっていうことが自分 で、ね、なんでよ感じてしまうよ。いや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 、リスナーさんの皆さんはどのように思ってくださってるんですかね。そうですよね。だから逆にあれだよね、例えばなんかお芝居なんかやってても、うん、何やっててもこうなんかあっという間に終わってしまったっていう方が意外とこういい出来だったり、うん、そうですね、することがあるからね。ある。もしかしたらこう聞いてる人はもう楽しく聞いていただいてるのかもしれない。そうですね、うん、逆にもっと構成みたいなね、うん、してほしいとかそういうこうありましたらぜひとも声を聞かせていただきたいですけどもね。そう思いますよ。はい、はい、この番組うん、台本が1ミリもなく、うん、全然ないんだよね。そうなんですよ。ちょっと僕も入ってきてびっくりしたんですけど、ざっくりな流れの中で、うん、こうやりましょうかみたいな感じで、そうそう、そうやっちゃう番組なんだね。そうね、時の流れに身を任せて。いいねいいねいいね。言葉は生きてますからね。そういうことだよね。そうなんですよ。だからあんまり決め事を作らないでやっていきたいなということで、言っちゃったもん勝ちみたいなね。そうですそうですそうです。ありますよ、うん、はい、間違いないですよ。ただオープニングでちょっと触れましたけれども、うん、私のこの衣装、はい、ね、そうですよ、クイズノーベル賞、うん、ね、参加してきましたけれども、はい、はい、どうでしたか。私ですか、はい、私、まあ、結果が言えないんですけども、そうです、ね、今夜と明日と、うん、はい、まるちゃんと私と一緒に出演させていただきまして、はい、まあその結果が金曜日につながるのかつながらないのか、それはまた、はい、見ていただいてからのお楽しみなんですけども、はい、まあ今回も私何回目ですか、4回目かな、結構出てるみたいね、出していただいて、まあ本当に頭、私は緊張はしてないんですけど、フル回転ですよね。緊張本当にしてなかったね。うらやましい。あれ、そうですか。ドラマとか映画とか、うん、そういうなんか普通の別の現場とかで行ってもあんまり緊張はしてない人なの？します。あ、するんだ。うん、するけど、うん、私の緊張は人から見ててわからないの。だから結構しらっとしてるように見えるの。いや、すごい見えるでしょう。そうなの。じゃあ例えばオイラと一緒にやった湘南爆走族、うん、あの時なんかはどうだったの？すごい緊張してたよ、初め。緊張してなかっただろう。いやいやいや、それはなんでかっていうと、うん、家主の鏡が、うん、まあ、あの二面性の役で、どっちもある意味こうおとなしいのと、うん、
まあなんか超人みたいな女性でしょ、うんうん、でその後にやっていたこの子誰の子っていう、うんうん、これまたダイエのドラマ、うん、あれは犯されて妊娠して、うん、最後死産で産むというなかなか深い役柄なんですけど、ちょうど小爆の撮影の時にこの子誰の子のお腹を大きくして日本全国逃げ回ってたタイミングだったわけですよ。逃げ回ってる撮影をやってる時だったの？時に小爆もやってたの。あ、かぶってんだじゃん。かぶってんの。へえ。だから片方は神妙な顔で逃げる、要は家に帰ったら降ろせって言われちゃうから、はい、日本全国逃げるわけですよ、はい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 、ですごい神妙になってこの子のために私が守るみたいな感じで逃げてるのに、うん、小爆行くと長いスカート履いて、そうだよ、手芸部の民さんじゃん、片やあれだもんね、アキラなんて言って、うん、そう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 おっぱい腕に、ね、格好のつけたくらいの感じの役だったもんね。でしょ。だからそのチャンネルが、うん、そこまで大映ドラマしかやったことがないから、うん、普通のお芝居ってどうやってやるのかなっていうところから始まるわけですよ。ああいうなんかリアルというかシビアというか、うんうんうん、結構こう眉間にしわ寄せてるような感じのシーンが多かったから、うん、そう、逆に普通の女の子ってどうやって演じるのかなっていう難しさがあって、そこに対してのこう、うん、正解がわからないから緊張ってめっちゃしてたね。あ、そう。まあ初めだけですけど。そうだよね。初めだし、初日ぐらいでしょ。そう思った。あのシーンがね、俺すごい好きで、津山さんね、津山さん役やってた清水美沙ちゃんと、はい、美沙ちゃんがツーショットで、うん、なんかこうベンチに座ってて、うん、なんか来月だからなんか来週アキラの誕生日なんだけど、あ違う違う、なんかね、なんかプレゼント買おうと思うんだけど、うん、何がいいと思う？よしこかなんか言って相談するんだよね、なんか女子トークで、うん、そうなの。そしたら、うん、なプレゼントってな、何お誕生日か何かかなんか言って、うん、うん、記念日とかっていうのよ。なんか私が、うん、意味深な顔して記念日とか言う。、うん、そう、美沙ちゃんが、え何の記念日って言ったら、みゆきがなんかね、みゆきちゃんがね、なんか秘密って言ったかふふふって言ったか忘れちゃったけど、なんか含んだ顔すんだよ。みたいな、それは言えないみたいな顔するわけ。そしたらミサちゃんがもういろんなこと頭で想像して、うん、やだーとか言うわけ。すっごそうするとミキちゃんがなんか、うん、何一人で想像してんのよみたいな。でもう津山さん役のミサちゃんはいろんなこと想像しちゃって、うん、頭の中であんなこととかこんなこと、あなんかミキちゃんあんなこととかこんなこと有事にされてんのかなみたいな。あ違うね、有事じゃないね。そうそう、有事じゃない、アキラだね、アキラだ、アキラだ。へえ、そのシーンが僕はねすごい好きで、さ、うん、いつも思うんですけど、うん、まるちゃんって、うん、頭の容量多いよね。毛量？毛量はそうでもない。普通、いやいや、ほっといてくださいよ。ほっといてくださいよ。髪の毛いる、うん、頭の脳みその量が多いというか、ギガバイト、シワが多いというか、ギガバイトってこと？うん、うん、そう、私記憶喪失なこといっぱいあるのに。そう、ね、よく言われるのが、うん、結局その頭の中の昔の記憶がすごくこう、うん、なんかたくさんありすぎちゃって、うん、最近のことが本当に入ってこなくて、押し出し式じゃないんだ。じゃあなんかね、ずっとこうなんか思い出に浸って生きるタイプ。あんまりいい傾向ではないんだけど、いい思い出だけにこうなんか浸って、うん、へーってしていたい人なんだね。いやでもさ、うん、その一個一個の記憶が鮮明じゃんか。そうそう、絵もバッチリ覚えてるから。へー、うん、だから多分すごいなと思う。頭の中にはそういう昔の記憶、それこそ小学校とか中学校とか、うん、仮に同窓会とかやるじゃない、うん、そうするともうその時の何月何日にこんなことがあったよねとか言うと気持ち悪がられる時とか。そうだね、うん、ドラえもん飼ってんじゃないかみたいに言われる時は、その日になんなら帰ってんじゃねえかぐらい言われる時ある。なんでそんな日にちまで覚えてんの。なんかね、昔心理学の先生に聞いた話だと、うん、結局その時にすごく自分が充実してたり、うん、楽しかったり、うん、いい気になってたりすると、うん、その時の記憶っていうのはやっぱり大切にしたがるらしいのね。じゃあ今は良くないの。今はね、良くないわけじゃないんだけど、うん、多分なかなか塗り替えられるほどいいことがないんだと思う。あ、それぐらい当時はなんかお腹いっぱいでパンパンで毎日なんか楽しくウキウキして、うんうん、生きていたのかな。だって通学もスキップしてたからね、うん、俺。なんなら歩いてないでスキップして学校行ってたから、楽しかったからね学校が。
あ、そうなんだ。そうなんかこうお祭りとかみんなでなんかわってやるのもすごく大好きだから、うん、まあそれはわかるけど学校楽しかったんだ。そうだから例えば運動会だとか、うん、学園祭みたいなそういうなんかお楽しみ会みたいなこととか、うんうんうん、演劇なんとか発表会みたいなのがあると、うんうん、もう張り切っちゃって、へえ、張り切っちゃってもうほんと張り切りすぎちゃってもういつも鼻血出してたもん。いたそういう小学生いたでしょ、なんかいた舞い上がっちゃって鼻血出しちゃって、いたそうそう、だからもう血液の循環が追いつかなくなっちゃうの、ドキドキしちゃって、それぐらいだったから。そうなんだ、興奮しちゃうんだね。そうだからある意味もう10代の時に結構70年ぐらい分ぐらい生きてんだと思う自分は。へえ、だから今は結構もうなんかあの余生な感じだよね。もうだから50代っていうともうなんかお茶でもすすってゆっくりみたいな。だって56でしょ、56。まあ、本当まだまだこれからなんだけどね。うん、まあ、だからその当時の記憶をね、もっとこう塗り替えられる楽しいことをいろいろするべく、いろいろ模索して、うん、まあ、この番組もそんなことで参加させてもらってますけどね。ちょっと塗り替えられる何かを。そうなのよ。作ろうじゃないか。うん、そうなんだ。うん、おかげさんででも楽しく喋らせていただいておりますけれども。いや、すごいですよ、引き出しが。ありがとうございます。あざす。はい。はい、そんなことでじゃあ今日も早速あっちのコーナー早速っていうのはずいぶん時間経ってますけどね。そうだよね、はい、うん、行ってみたいと思います。はい、杉浦は見た。これ何回聞いても笑えるね。キャーが意外と長いんだね、これ。長いんだよ、いつも、うん、あと 1、2秒短くてもいいよね。いいよね。これもでもほらなんか俺たちほらあの YouTube 見てくれる方には伝わってると思うけど、うん、そうです、すごいハンドメイドで番組作ってるんで。そうです。あのそれぞれがそれぞれのポジションでね。そうです、そうです、いろいろやってますからね。できることをできる人がやるっていう、そういうことですね、中でね、はい、いい企画でございます。そうですね、はい、杉浦見たというコーナーで、これは、はい、みゆきちゃんがね、はい、いろいろ見たり聞いたり最近感じてることなんかを気ままに話していただくコーナーでございますけど、はい、はい、どうでしょう今週。あのね、うん、今週のテーマはお酒です。うん、お酒にまつわる謎。謎？私の謎。あ、お酒好きだもんね。お酒大好きです。何でしょう？これ個人差だと思うんですけど、うん、スイッチがわからないんですけど、うん、私は基本的に飲んでいて、うん、どうでもいい会話は聞いてないから覚えてないことはありますけど、うん、分かる分かる。例えば約束だったりとか、うん、自分が何かに対してちゃんと発言したときは私は覚えてるんですよ。なんだけどこれ最近周りに覚えてない人が多すぎる。あー、そうか。これって、うんうんうん、飲んでるどこのタイミングで、うん、スイッチが覚えてないスイッチに入るのかなって私の素朴な疑問なんですよ。あー、そうか、あの記憶がなくなるってやつ、うん、そうそう。だからってみんな別に不愉快になるとかそうじゃなくて楽しく飲んでるんですよ、うん、飲んでるんだが、しかし、うん、例えば次の日とかに昨日ありがとうとかって言うと、うん、なんかね LINE のやり取りとかしてると、うん、数分後に来た LINE に、うん、あれ昨日最後どこにいたっけみたいな。例えば3軒目とか4軒目になった時に、そうそう、うん、2軒目まで覚えてるけど、うん、3軒目から全く記憶がないみたいな、うん、あと何歌ったっけとか、嘘でしょっていう。どうなんだその記憶をなくしたことっていうのが、うん、おいらは昔自分の経験では20代の頃に1回だけあって、うん、その時は気がついたら自由が丘の、うん、道路のど真ん中で大の字になってグーグー寝てたっていう。その時はなんかワイルドターキーかなんか1本ぐらい開けたらしいんだけど、もともと俺は酒は全然体質的に飲めない人なんだけど、その時調子に乗っちゃって、うん、グビグビ飲んでそうなっちゃった。だって昔一緒によく飲みに行ったじゃない。行った、成人した後に。行ったよね。行った行った。結構ガーガー飲んでガンガンカラオケ歌ってたよね。歌ってた。あの時にガーガー飲んでるふりしてたけど、うん、意外と薄いのガーガー飲んでたんだよね。あ、そうなの。そう、すみません、じゃウーロンハイって言った後薄めで小声でなんとなく薄めでっていう人がいるとさ、しらけちゃうじゃん、うん、場が。なんとなくなんだこいつみたいな。いやでもありだと思う。そうでしょ、うん、だって寝ちゃうんだもの、そうやって。そうね、そうだから、うん、あすみません、ウーロン茶薄めでっていうあのマスターに必ず薄めでコールは今でも。そうなんだ。そう酒やっぱ体質的に弱いみたいだから。あー、でも嫌いじゃないんだ。嫌いじゃない。
なるほどね。記憶、え、みゆきちゃんもあるの、そうやって記憶をなくす瞬間っていうの。私はね、女友達と二人で、うん、ある時調子に乗ったことがあって、うん、焼き鳥屋さんで女二人で飲んでて、うん、彼女も大好きでお酒、二人で2升開けたの。1升2升1本ずつ開けたの。すごいね。そしたら最後、うん、もうまっすぐ歩けなくなって、あ、千鳥足だ、うん、うん、もう断片的に覚えてない。ずっと焼き鳥屋で飲んでたから。おで、焼き鳥屋さんでいつまでも食べながら飲んでたのは、うん、もちろん覚えてるんだけど、うんうんうん、まあ多分しょうもないどうしようもない話を最後してたんだと思うけど、うんうんうん、一本空いたから帰ろうって言って帰ったの。うーん、そしたらもう玄関入ったら玄関の入り口で引き返る状態よ私。ああ、ビローンって感じ。ビローンって、おもう無理ですって。だけど家までは帰れるの。もちろん。そこがね、私のすごいとこで、どんだけ酔っ払っててもちゃんと玄関入るまではしっかりしてるんですよ、意外に。そうなんだ。じゃあよく聞く、なんかあれなんだ、うん、昔なんかちょっと朝起きたら、うん、知らない黒人が横に寝てたとか。いやいやいや、よくないよくない。そうか、そうか、うん、ないです、ないです。そういうことはないんだ。ない。あ、そうなんだね。道路で寝てることもない。ああ、そうなんだ、うん、だから記憶はだから完全にはなくしてないんだね。なくしてない。おあの、私女の酔っ払いのだらしないのが嫌いで。わかるねえ、うん、すごい。この間も道路で見たんですけど、それこそ、うん、もうデロデロになって捕らえられた宇宙人みたいな男性2人に支えられて、うん、っていう酔っ払いの女性がいましたけど、うん、ああいうの見ると、うん、うわ、こんなになる前に帰ればいいのになって。なんかね、うん、そうそう、だからそこまでさ飲ます野郎たちもどうかと思うわけじゃん。うん、なんかさ、うん、あの横島の気持ちがあってさ、うん、ちょっといっぱい飲ませちまえば、うん、なんかこのお嬢さんもちょっと記憶なくなっちゃって、うん、ちょっとなんか先っちょぐらいいいんじゃないかみたいな。いやいやいや、そういうやつ死んじゃえばいいのにって思う。いや本当そういうやつはねダメだよ、もう、うん、汚いよね先方が。汚い。うん、もうね、そうダメ、そういうやつは。だよね。あの、俺が酒飲めないから言うわけじゃないけど、そうやって酒飲まして、うん、なんかその女の子どうこうしようとかってやつはダメ。ダメだよね。うん、だから女性もある程度こう楽しく適当なところで危機感を持って。そうなんだよ。うん、まあこう例えばまるちゃんと私だったら、うん、まあ酔っ払っても大丈夫でしょみたいな、うん、人とダメな人はちゃんと、うん。うん、区別してお酒は飲んだ方がいいですね。そうなんだ、うん、なんなら家まで担いで連れてくぜ俺がぐらいの、うんうんうん、やっぱそれぐらいのやっぱり根性あるやつじゃと一緒じゃないと。そう、ね、やっぱ女子はね気をつけないと。そうですよね。そう、もうピンクレディも歌ってるけど、うん、男は狼なのよ、狼なのよ、うん、気をつけなさい。古いな歌詞が。そう昭和の二人なんでね。そうですね、はい、そうか。まあじゃあどこで記憶がなくなるかわからないですけど、うん、まあ節度を持って楽しいお酒を飲みましょうってことですね。そういうことですね。はい、今コロナでなかなかちょっとお店の方もね、そうですね、なんか緊急事態で行けなかったりとかもしますけれども、まあまあでもね、本当に節度を持って飲んでいただければお酒も楽しい席になって、そうですね、心を開けていいと思います、はい、そうですね、はい、はい、そんなことで私たちもこの番組終わったらきっと飲み行っちゃうと思いますけど、うん、というわけで以上杉浦美太のコーナーでした。はい、ほいということで、はい、お届けいたしました山下達郎ラブランドアイランドということで、うん、この曲もちょっといろいろ思い出がありましてですね、はい、私、まあ過去ローカルとかいろいろインターネットとかでラジオ番組をまあいくつかやっておりまして、うん、その時に必ず、自分の番組の中で一曲かける曲というのがありまして、その記念すべき曲がこの、山下達郎ラブランドアイランドという曲で。ほう、山下達郎さんがお好きなの。いや僕大好きで。あ、そうなんだ。はい、もう神と崇めておりましてですね、はい、もう全てにおいてこの人が大好きでですね、うん、このアルバムも、この昔当時10代の頃僕らがよく湘南の海にですね、うん、遊びに行ってる時にまあ大流行りしてた曲なんですけども、当時は LP レコードのその A 面 B 面っていうのがあって、うんうん、はい、あったね。でこの For You というアルバムの A 面の1曲目にスパークルという、うん、今でも、達郎さんがコンサートで必ず、1曲目に演奏する曲を、はい、それがまあこの、アルバムの1曲目に入ってて、でレコードを裏返して B 面の1曲目にさっきのラブランドアイランドがかかっていると。まあ、なんとなくイメージとしてはだから夏だ海だ達郎だみたいな、うんうんうん、イメージを作り上げた曲ですよね。すごい、だって夏っぽいもんね。そうなんです。爽やかな、はい、
なるほどな。これからもちょっといろいろとね、はい、僕とみゆきちゃんで一曲ずつご紹介していきながら、はい、マイフェイバリットの曲を、かけていきたいと思います。はい、村沢のマイフェイバリットのコーナーでした。今夜もお送りいたしました。はい、冒頭でもお話しましたが、うん、この後、はい、10時からですね、はい、BS 富士、はい、クイズノーベル賞、そうでした、今日明日、はい、まるちゃんと私、はい、杉浦美幸はですね、はい、出演しておりますので、そうなんですよ、はい、国分奮闘しておりますよ、ぜひぜひ、はい、見ていただけたらと思いますね。はい、結果はね、まあ、その見ていただいた方がお楽しみになってくださって、そうですね、ということですね。はい、はい、まあ、結果は出てるんですけど、ぜひともあの気持ちで応援していただけたらと、そうそう、本当ですよ、思う次第でございます。みゆきちゃんのその負けん気の強さですとかいろいろとそのなんでしょうね、まあ、でっか太い度胸というかですね、そういうところがいろいろ見れると思いますので、はいはい、僕もちょろちょろなんかいろいろ軽く、はい、軽くこうなんか歌わせていただいたりとか、そうですね、そんなこともありまして、美声も聞けますからね、ありがとうございます、はい、なんか楽しくね本当に参加させていただいて、そうですね、はい、あれまた呼んでもらえるんでしょ、なんか機会があったらいつだ、そうです ね、1年ぐらい経たないとちょっと難しいですけどね、1年か時間が空いて、そっか、はい、頑張りたいと思いますけど、そうですね、このまだ、はい、まるちゃんのことあんま分かんないという方、うん、ぜひともノーベル賞見ていただいて、そうですよ、はい、はい、プロフィールとか紹介してもらいます。村沢俊彦さんですからね、はい、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひご覧になってください。はい、それでは今日もはい、お疲れちゃーん。